よし、今回はクンダリミオをやっていきます。で、ギミックがダメオ必須、魔法陣必須、反射はいけません、ハートなし、すべての弱点は12倍。で、とりあえずあのパーティーはこんな感じにしてみた。で、立川が結構強いんじゃないかなと思った。立川とか、あと運枠に関しては立川とかアンチとか結構強そうだね。まあアンチも結構強さだけど、はいはいはい、お真ん中に弱点、そしたらこれで殴って、あ、12倍だからやっぱ結構入るね。そしたらこれ雑に打っても普通にこれでこういってこういってこういって、そしたらで、これプニ倒して、そしたらプニいって、はい、あれだね、プニ倒すと弱点が出てくるね。そしたらで、こういくこういきます、はい、でこれで、はい、めっちゃなんか毒めっちゃ痛いんだけど、ほんと、はい、回復量少な、ちょっと待って、回復量なんか少なくない？なんかそんなことない？はい、で、これはこれでしょ、はい、で、そしたらこうします、こう、はい、で、これまず弱点だね、これでこうやって、はいはいはい、これアンチと立川どっちが強いのかな、これこれでこういきます。属性的には立川の方は多分上なのかもしれないけど、パワー型としてはアンチの方が強いんですよね。これで、なんかめっちゃなんかスピードの靴、はい、出てくるんだけど、どうしたら、これで、はいはい、なんでなんか ハートはないとはいえ、なんか他のアイテムとかわからないの、これなんか、いや、クリティカル無理やり倒したんだよ、本当。で、あ、これやばいやつだ、これ早く倒さないとやばいやつだ、本当。置いて、はい、で弱点出ます、まあ多分これできるっしょ、これでこういって、はいはい、で、そしたら、はい、で、
そしたら、これで。で、上の、雑魚たち、まあ、多分、まあ、即死が持ってると思うと、これで、で、はい、はい。立川の殴りも結構いいんで、多分 SS で多分なんとかなるんじゃないかな、これだと。まあ、チャンスがあれば、SS とかで結構強そうだね。だから、立川もいいけど、アンチの SS で、ワンパンとか、ゲージ飛ばしとかもワンチャンできそうなんですよ。で、で、そしたら、俺こいつら切ってこいって言われてんだ。もらってよ。あ、やべ。これで。ああ、やべ。先空攻撃。さあ、手に倒すとやっぱ弱点切り替わるだね。うん、そしたら、さっきの立川 SS が綺麗に決まってれば結構そうね。修行が足りてないんだよ。で、そしたらこれで、これ4体倒すってこと？こんなことないわ。これで3体倒します。で、あ、これあれね、後から手に倒すとまた弱点がポンコツな位置に来るから、これで、はいはいはい、まあさっさと手に倒しておけよみたいな感じだね。これで、はいはいはい、これあともうやることないからゲートでも突破してもいいと思うんだけどね。そしたら、使ってみてトトッと抜けるか。これでこれで、で、そしたら、こういきます。で、そしたら、で、これプニやって弱点出してもらって、それで、そしたらこれゲーテだともういけるんじゃないか。これで、はい、さあおいで、美しい魂。結構いきます、いきます。あ、結構耐えれたり、ただ内部弱点来た時にこれで、わ、そっちか、これで、あともう舐めてれば食べてるところで、こう結構いっておいて、はい、多分ワンチャンこれ立ちパワーできるでしょ。これで、ほらね。まあ、運悪に関しては立川かアンチだね。はい、そうだ、お願いします。